にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界をお伝えするマッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、本日の質問なんですが、はい、こちらは、千葉県の50代の男性からです。はい、いわゆる裏方さん、行司さん、陽武さん、はい、常山さんは普段どこで暮らしているのでしょうか。彼らも十両格相当になれば資格者となりますが、幕下格以下だと大部屋にいるのでしょうかという質問なんですけどもね。はい、まあ、あの武蔵川部屋、まあ、松武蔵さんがいた頃にはこういう裏方さんの若い人というのは、ね、まずね、あの僕最初に入ったのは出羽海部屋でした。出羽海部屋にはね、はい、あのもう常山さんだけでも4人、もう古い大先輩の常山さんが4人いましたけども、はい、若い常山さんとか行司さんがいなかったんでね、あの出羽海部屋にいる時は全然こう、あ、そしたら皆さんも結婚なさったりして、で他に常山さんであれば時間前朝ね、はい、来てやってくれるっていう、段取りでしたけども、うん、それは出羽海部屋の話で、あそこは伝統の部屋なんでね、古い、ね、人からずっといっぱいいましたけども、うん、私がね、武蔵川部屋に移ってすぐは、はい、まず力士しかいませんでした。あ、力士なんで、はい、でね、後々にね、はい、行司さん、はい、呼び出しさん、常山さんっていうね形で入ってきましたけど、この人たちはね、はい、まず中学出てすぐの志願者が多かったんで、松武蔵さんより年下の人が出てきたんです。一人は相撲力士になって、はい、途中でちょっとリタイアして、はい、常山さんという形になった人もいたんですけども、まずその志願、もうそれを志願してきた人たちは、うん、中学卒業の人たちでばっかりでしたんでね、はい、そこでいきなり自分で部屋借りてっていうわけにはいかないんでね、うん、ずっと部屋にいましたよ。大部屋で生活してました。力士と一緒にこう生活をして、うん、はい、そんでもちろんまあ部屋の用事とかもいろいろ掃除とかそんなもん一緒にします。はい、そうですね、だから東京場所でも、うん、地方場所に行った時でも、うん、寝泊まりは大部屋でしてましたし、まあまあ大部屋に力士が満帆の時とかは、はい、マネージャーと一緒にね、はい、部屋を一緒にして過ごしてたというケースもありますけども、うん、まず部屋の屋根、うん、一つ屋根の下で生活してました。マネージャーさんっていうのは、まあ、正式な相撲協会の関係者ではないんでしょうけども、はい、マネージャーさんもそうしたら同じ部屋の中に。そうです、うちの武蔵川部屋のマネージャーっていうのは、うん、最初はね、うん、全然お相撲に関係ない、はい、親方が部屋作った時に、うん、まあ、もうマネージャー兼運転手ですね、はい、っていう方がね、ちょっと年配の方がずっとしてられたんですけども、はい、まあ一時立った時に力士がちょっと網膜で、はい、もうリタイアして、はい、親方がもう部屋のマネージャーをやってくれへんかということでね、はい、やりだした子がずっと、それはもう僕が辞める頃までずっとやってました、はい、で彼はずっと同じ部屋でいたんですけども、はい、年齢とともにね、はい、結婚はまだしてなかったんですけども、はい、近所に部屋を借りたりしてね、独立して、そしたらそういう裏方さんも、まあ、結婚を機にこう別の場所を借りたりとか、そうですね、まあ、結婚しないまでもちょっと部屋がちょっと捨て手間になったとかいうことで近所に部屋を借りたりっていうことも、そうですね、まあマネージャーはもう別に全然部屋の関係で協会員でもないし、うん、常山さんとか行司さんもね、はい、ある程度ね、はい、重量格にならなくてもある程度もう、だって幕下格でも30の人とかいますからね、30、そういう人たちは近所に部屋借りて住んだりもしてましたよ。そしたらまあ基本的には、まあ、若い時には入門したばっかりの時には力士と同じようにこう部屋で大部屋で生活をする。そうですね、それで、まあ、ある程度の年齢になったり結婚したりしたらば独立することもある。そうですね、はい、そういうことなんですね、はい、行司さんと呼び出しさんは、うん、まあね、まあ、手が空いてる時は部屋でちょっといろいろお手伝いしてくれるんですけども、まあ、行司さん呼び出しさんの仕事で出ていく時もありますし、巡業にはついていきますから留守の時多いんですけども、常山さんっていうのはやっぱり我々の頭をしなくちゃいけないんでずっと常駐してるんですけども、まあね、常山さんであったら朝稽古がもう最初の稽古始まる頃から降りてきてバス
書いたりしてまして、はい、うちの徳山さんはね、はい、あの申し上げ稽古っていうので、はい、あの誰が何番したかって言って小の字言って、あの、まあ、そういう形でもまあこういろいろ裏方として支えてくださってるっていう。そうですね。またあの親方のね雑用なんかもね、うん、あの地方場所に行った時にはしてました。はい。はい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。行司さん、呼び出しさんと小山さん、まあ最初は一緒にこう大部屋にいるけども、だんだん独立していく人も多いよというそういうお話でした。まあみんな定年までありますからね。65歳の長いですから。まあ大概の方は途中で結婚されて出ていくということになりますね。はい。はい、まあチャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしておりますので、またどしどしお寄せください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。